こんにちは、どうも、僕監督と申します。本日もウイニングイレブン2018マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。はい、今回ですけれどもね、まずはじめにね、ソン・フンミンをね、スカウトの組み合わせで獲得したいと思います。はい、勝手にね、まあ、いつの間にかね、スカウトね集まってたんでね、まあ、これを機会に取ろうということで、取っていきたいと思います。はい、まあね、ソン・フンミンといえばね、言わずと知れた、まあ、今シーズンね、トッテナムホットスパーで大活躍した選手ですね。さあ、それでは、早速取っていきたいと思います。アジア、オセアニア、レフト、ウィング、イングランド、これで確定ですね。それではいきたいと思います。いやー、もうちょっとでも早めにね取っとけばよかったかなと思いますけどね。なかなかねリーグイングランドが落ちなかったんですよね。はい、まあ、いつの間にかね、まあ、試合を重ねるごとに、勝手に落ちてたということで、さあ来ました、ソン・フンミン。あー、すごい驚くべきことにね、このレアルマドリードのユニフォームが全く似合わないというね、ソン・フンミンですか。いいんじゃないかな。でも2列目からの飛び出し、うん、まあ、左の、ね、ミッドフィルダーができるということで、まあ、ひょっとしたら、ね、重宝するかもしれないですよね。あのメインのチームに、いやどうやろうな、サネさんとかが、ね、まあ、いるんですけれどもね、この選手入れてもいいんじゃないかなとちょっと思い出したな。 OK、シザーズワンタッチシュートマリシア、うん、はい、ということでね、今日もマイクラブ試合の方やっていきたいと思います。今日はね、900台の方が相手です。はい、ボッコボコにされているかもしれませんね。はい、それではやっていきましょう。 GO! はい、それではね、対戦相手の方が決まりましたんでやっていきたいと思います。相手の方のレートなんですけれども、今日の相手のレートはね907ということで、これね強豪がやってまいりました。709勝、346敗、202引き分けということでね、まあ、ほとんど勝ってる人ですね。さあやっていきましょう。でもそんな相手にも勝っていきたい。コンテか。まあまあ、まあ、とりあえずね、まあ、試合率高いな、かなり。よし、さあでは、やっていきましょうか。まあ、結構綺麗になんか配備されてますね、選手たち。3トップがベイル、そして左にネイマールか、真ん中にロナウド。やはり真ん中ロナウドっていうのはね結構強いみたいですね。まあとりあえずね、これあれつけとこう。攻撃参加をする選手、いやつけといた方がいいかな。マノラスにしとく。いや、ボアティングにしようか、やはり。でここね、コンセプトアレンジ、やっぱりこれつけときます。ちょっとロナウドがね最後までねいけるかね、あの不安ですからね。不調子普通なんでね。ネイマール、ベイルか。そして、ディマリア、モドリッチが左のミッドフィルダーが結構ね、なんかレート高い人ね、センターミッドフィルダーをね、レフトミッドフィルダーとかに配置してくることが多いかなと思います。ポグは使ってますね。マティッチ、やはりその辺はねしっかりしますね。ディフェンシブミッドフィルダー、門番を置いてます。ディフェンシブの方かな、どっち行ったかな。あとはクリバリとボアテング、バランということで、まあ、真ん中も硬いですね。そしてキーパーは苦手とするデヘア。いやー、行きましょうか、とりあえず。クリバリの方がいいかな、マノラスやったら。そうやね、クリバリで行きます。3センターバックがいい。はい、 OK、 行こう。皆さんこんばんは。はい、こんばんは。それではやっていきたいと思います。ガラダサライ VS ボッカンとゲームチャンネル、舞台はメトロポールアレナですね。さあ900台、ここに勝っていきたいですけどね、やっぱり900台。さあどんなもんか。どうもこんばんは、よろしくお願いします。とりあえずボール欲しいな。お、何連勝中、注目の一戦と言えますね。あぶね、よしよしよし。とりあえずね、まあ、マイボールにできたというのはこれはいいところですね。さあ、よし、ロナウド、おっと無理か、あ、取ってる、よし、いいぞ、いこう。さて北澤さん、いやまだいける。あー、ちょっとダメだ、間に合わなかった。シュート1本ぐらいしたかったの、今のタイミングで。オッケー、いいよ、シュート力ですよね。よっしゃ、フリーキックも魅力的なところですよね。中央中央、危ないね。相手にしてみれば当然抑えておくべき選手でしょうね。さあまずいね。あー、使いどころがうまい。ベルから左サイド、ここで受ける。モドリッチか。さあどうする、取れそう、うん、よしよし、いいよ、どうなってる、よしよし、いいよ。 MD ホワイト、このゲームを勝てば昇格が確定します。よし、
裏へ届くか。いやーちょっとダメか、なかなか難しいですね。まずとりあえずシュートを打つところから始めようかなという感じやねんけど。どう対処すればいいんでしょうか。そうですね、もう出されたらマークを離さずにすぐついていくことが大事になりますね。ぴったりとくっついていればパスを受けた選手が2を出せないですからね。よっしゃ、いいよ。ディフェンスの基礎が必要になってますよね。いや、いけるか。うん、ロナウジーニョ、ダメだ、取れない。さあ、いや、さあここでカウンター。ちょっと待って待って、やばいな。さあ、ボールはベイル。さあ、ベイルに渡った。打つか。いや、マジ、うわっと助かった。ティスカリやけど、あ、ちょ、危ない。キーパー、よし、よし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 。さあ、行こう。ちょっとこの時間帯、ヒヤッとする場面も出てきています。はい、ベイル、ここしっかり。ロナウジーニョからベイル、これ仕掛けるか。いやー、ダメか、打ちたい、とりあえずシュート、おっと。いや、まずシュート打つのにも結構一苦労ですね。中にいるとなかなかボールを受けられないので、まあ、とりあえず900ということでね、なんか、なんていうんだろう、力が入ってる部分も当然まああるわな。ディフェンスとしては中の選手がそのまま行くのか、それともサイドの選手に受け渡すのか、よいしょ。その判断をきちっとしておかないと全体的にズレが生じますからね。攻める側としてはあえて流れた選手、いやーダメか、ちょっとフラスルになってなかった今。面白いと思いますけどね。危ない危ない危ない。相手の動きをどう読むかがこれまたポイントになりますね。そうですね。よしよしよし、取れるねこれ。おっと、よし、ナイス。中央へ。さあ、いいね。よしよし、ちょっと待てよ、ちょっと緊張してきたな、ほんまに。よっしゃ、ねえ、ダメか、取れる、あ、か。OK、いいよ。いや、待って待って、それはやばい、それはやばい。よいしょ、取ってる。カウンターを仕掛けます、ゆるく狙ったボール。いや、取れへんか。とりあえずシュート打ちたいけど、なかなかね、打たせてもらえんな。どうしたらいいよ。あかん、完全に相手の足に出たな。まあでもこれはイエローはさすがに出ないでしょ。今のファールはイエローカードが出ました。出てる。イエロー出てる。マシンいってるからな、仕方がない部分であるな。よっしゃ、今のような短くつなぐパスでよしよ。そうですね、サイドへ、うん、とりあえずみんな上がろう。あーっと、いける、いける、いける、よし。チームの形として定着してきてますよね。サイドを縦に走らせます。もうとりあえずクロス上げるわ。よいしょ、クリアがいけるか、出らし、よし、絶好の位置で受ける。いやー、ちょっとシュート打ちたかった。でもやばいなこれ、やばいな、かなりかなりやばいぞ。よいしょ、あー、いけた。やっぶね、フリにしてた。さあ、なんかね、どちらも決定機を、まあ今相手にね、決定機が訪れましたけどね。なんだろう、攻めあぐねてる、両チームともなんか攻めあぐねてる感じはあるけどね。こっちはなんかあれですけどね、ギリギリのところで、そう、入ってる。うわー、参ったな。でも許さない、許さないちゃうな。でも諦めない。いや、待てよ、カルパル、よいしょ、いい、焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったんですよ。よし、え、なんだ、ファール、ファール、オッケーオッケー、いいよ。どこやろ、ロナウジニョの位置やからちょっと遠いですね、ちょっと遠い。先制しています。もう1点取ることによって試合の進み方が、はい、こうメンタリティの部分大きく違いますからね。いける、うん、ちょっとあんなクリアして大丈夫か、あんな足上げて。 いやよっしゃ、いいよ。あー、終わりか、前半なんかほんまに短いな。はい、シュート一本も打ってませんがね、後半はね、積極的に打っていきたいなとは思うんですけれどもね、どうしよう。さあ、メンツを変えましょう。しかし全然ね、攻めさせてもらえてないなっていう印象。ディバラ、メッシ使うかな。もうちょっとしてからの方がいいかな。もうちょっとしてから使いますね。はい、後半このままいきます。はい、それでは後半戦やっていきましょう。ね、ロスタイム、ロスタイムじゃないわ、後半のまあ60分ぐらい。いや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 、ネイマールに合わせてもらえますね。いや、ちょっとこれね、オッケー、あ、マジで。ここもしっかりディフェンスしました。
サイドだねこれ。から右サイド。さあ。ワット裏を狙う。よいしょ。やっ。チアゴシウバ。なんでなんでや、ちょっと待って、今のわかんやろ。ミドルサードではほとんど仕事を。いややばいな。今上げてくるのかな。いや。こういうボール。うわ。グーレットか。嘘。ええー。何今の。ちょっと見てなかったわ。マジか。すごいな。あ、やばいやばい。もうこういうパスミスマジで多いな。コントロールゴールに吸い込まれるようなシュートでしたね。きっちり守っていく。そうですね。こうぐぐっと落ちていく。あ、マジで。軌道でしたよね。精度の高いシュートでしたね。さあ、よし、仕切り直しというか、あぶね。よっしゃ。さあ、ガラタサライ得点を重ね2対0という展開。ガラタサライとしてはこうなると主導権も握りやすくなりましたよね。いけるか。オッケー、あっかん、早い、ちょっと待て。ああ、ダメか、シュートを出してもらえん。まずいですね。もう攻めてね、攻めてというか、まだ時間があるから、こう、選手を変える、神様メッシ、神の子メッシ。クリスティアーノ・ロナウドからディマリア。マティッチ。MD ホワイトとしては1点ではなくて2点取っていかなければなりませんよね。はい、そのためにはベンチワークが必要だったり選手間の修正が必要かもしれませんね。そうですね。裏のスペースへ。マジか、取ってる。あ、取れへん。強いなこれ。なんやろ、めっちゃ強かった。オッケー、よ、あー危ない、ちょっとネイマールはやばいわ。ああれやな、これな。なんていうの、あの、アルバンシュートかな、なんかぽいな、かなり。これ3点差がつきましたかね。うん。ネイマール行こうか。これね、点取らなきゃ負けますからね。そうですね。まあ、こんだけ変えていきます。さあ、まあ、これもね、まあ、こういうまあボコボコの展開ですけどね、まあ、あの僕、シュート持ってなくていいところないんですけれども、まあ、こういう展開もね、非常にね、まあ、勉強になるかなと、900に上ると、まあ、こういう相手が出てくるということで、まあ、今作のね、一つの目標として900を掲げてるんですけれども、まあ、今現状ではね、当たってる感じで言うと、全然、あの、歯が立たないなという。で、まあ、900からちょっと緊張してるという思いもあるし、なんだろう、攻めきってないよね。なんか、必要以上に相手を恐れてるのかなっていう、まあ、印象もあんねんけど、どうなんでしょうね。でもなんか、普段入れへんシュートが入る。まあ、これはね、アドバンシュートによるものかな、だと思うんですけどね。おそらくアドバンシュートをつけてきてると。まあ、ノーマルの900の人とはちょっとまたね、一味違うかなと。まあ、しかし特徴的ではありますよね。なかなか。さあ、ガラタサライ、現在3はい、とりあえずシュートを打つことを目標にね。オッケー。メッシー、自分で行くのか。メッシー、よしよしよし。まずはシュート。さあ。まあね、一つ進歩しましたね。ゴールを、はい、打たないと始まらない。いや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 、何か。どうしよっかな。ボアテンが打とったっけ。確かそうですよね。あらあらあら。へえ。なんだろうな。このまま上げてもなんか、まあ、とりあえず、ショートコーナーで行きたいと思います。やはりここで蹴ってきます。ここもチャンスですよね。いいボール入りますからね。オッケー、このまま行こう、蹴ります。あかん、ちょっと良くなかったな。見てしまいました。ガメイロ、うん、ガメイロが出てきた。多少強引にも中央一人で仕掛ける状況。オッケー、ナイス。上がりきっていません。いやいやいや、それはあかんで。オッケー、いや、ロナウジーニョ。さあ、なんで無理やりなんか向こう向いたら今な。サイドを縦に走らせます。あかんか、まずいな。いやー強い。強いわ、さすがに。ベイルからスペースに出る。いいですね。ああ、いいしね。
ここなんとかしてくれ。あかん、取れん、取れん、ボールが取れない。さあ、けど、取れ。あ、まずいまずい。ちょっと、よいしょ。クリスチアーノ・ロナウド。あー、マジか。怖えな、さすがに。まあ、このシュート本数の差もね、やっぱり、なんて言うんだろう、レートの差を物語ってるかもしれない。でもそんな、危ない、うわ。最高。メッシ。メッシからクリスチアーノ・ロナウド。いける。ああ、マジか、このクリバリ。強いな、ほんま。ただただ、ただただなんか感心させられるばかり。危ない、ちょっと待って。いい。うわ、いっちゃおう。おい。最高。いいシーン。いいね。ロナウジーニョ。このボールは。受ける受ける。ちょ。うわあ。抜かれた。ボアテング。残り時間は10分を切っています。さあ、細かくパスをいいよ。ああ、ちょっと先に入りたかったな、その前に。バラヌ。オッケー、いいよ。行こう。行こう行こう。さあ、得点を奪う。サイド上がっていく。ネイマール、ロナウド。いける。だ。ルーズボール。いやー。いやー、もうダメか。クリアっていう感じですよね。やっと攻められ出したな。初めからでもこうやって攻めてたらね、何か起きたかもしれないなと。ちょっと思ったりもしなくもないが、バハル、待て待て待て、危ない危ない危ない、取れる、あかん、ちょっと待て、ちょっとチアゴシューバーってスタミナあれへんな、何やかんやで、あ、危ないな、いや、しかしこの人がどういう相手にどうやって負けるのかな、そういう動画を見てみたいよな、ごめんね、そういう動画じゃなくて抜けてくる。インシーニックからメッシ。うわぁ、ポグバ。ロナウド。もうちょっとやっていたいな。攻めたい。あかん。はい、ということで試合終了3対0。まあね、ほとんどね、何もできないまま負けてしまいました。いや、とても悔しいです。まあでもね、後でね、またね、見返してね、レート900に上がる人ってどういう人なのかな、どういう風に強いのかっていうのをね、またね、再確認してね、見るのもいいかもしれませんね。うん、まあでもね、アドバンシュートはね、やっぱりね、人それぞれまあ好みもあるし、まあつける人はつけて、やらない人はね、やらないみたいな感じでね。まあ、他の部分を磨いてもね、まあ、この900というレートにも上っていけるはずなんで、まあ、はずというか、そういう人もね、まあ、たくさんいるんでね、まあ、これは一つの例として、まあ、見ていきたいかなと思います。はい、いやー、でもうまいな、こういうルーレットとか、まず使ったことないからな、使った試しないし、やっぱこれは、どう考えてもそうやな、このシュートはアドバンスじゃないと入らないですね。いや、しかし、うまいな。アマンシュートってほんまにね、枠になかなか入らなかった。枠に入らないというか、まあ、初めてやったりした時はね、本当にね、枠にね、全く入らない。まあ、結構難しいシュートなんですよね。で、まあ、全然ね、チャンスはなかった。まあ、メッシがようやく放ったシュート。これがね、ファーストシュートですね、うちのチームの。うん。まあ、これもね、可能性のないシュートですけれど、まあ、とにかく打っていったっていう感じです。まあ、でも、もっとね、前に、まあ、ボールを取られることをちょっと必要以上に恐れた、まあ、結果ね、あまりね、本当、何もできなかったという印象が強い試合になってしまいました。はい、まあ、2本ですね、シュート。はい、ということで、レタイさん、まあ、非常にね、今日はね、勉強させていただいたなという感想ですね。はい、ということで、今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。